皆さん、こんにちは。予作、祭り、風雪流れ旅など数多くのヒット曲を持ち、日本人なら誰もが知っている国民的人気演歌歌手の北島三郎、北島三郎さん。それまで新鋭プロダクションに所属していた北島三郎さんは、1972年に独立するにあたり、妻の大野雅子さんを社長に据え、個人マネージメント事務所、有限会社大野商事を1972年10月9日に設立しました。この会社は北島音楽事務所と呼ばれ、経営陣は北島三郎さんの親族で構成されていて、北島三郎さん自身は所属歌手という立ち位置にはありますが、事実上のオーナーです。そして2007年、北島三郎さんのデビュー45周年を機に、その長男である大野龍さんが社長職を継いでいます。北島音楽事務所は演歌だけでなく、ロックなど他のジャンルも手掛けており、北島ファミリーとして知られる弟子たちも多く所属していました。21世紀に入り、北島三郎さんは活動を段階的に縮小し、弟子たちを独立させています。現在の所属歌手は北島三郎さんと永井満さんのみのようです。そこで今回は、北島音楽事務所に所属していた10人の歌手を紹介したいと思います。一人目は大橋純子さんです。抜群の歌唱力で、若い頃から多くのファンを魅了してきた大橋純子さん。その中でも特にヒットした曲に、黄昏マイラブ、シルエットロマンスが挙げられます。大橋さんはその歌唱力を高く評価され、日本レコード大賞など様々な賞も受賞しています。大橋さんの実家は大衆食堂を経営していたそうです。大橋さんは子供の頃から洋楽を聴いたり、アメリカンポップスに夢中だったりと、大人びた子であったそうです。食堂に食べに来られたお客様の前で大好きな歌を披露することもあり、普段から音楽を楽しめる環境が大橋さんの華々しい活躍の原点だったのかもしれません。大橋さんは1970年代後半から1980年代にかけて、北島音楽事務所に所属しておりました。北島音楽事務所の方に話を聞くと、ジャンルは関係なくその音楽性の高さを認めて迎え入れたとのことです。2018年に初期の食道がんであることを公表し、休養された大橋さん、治療を続け、翌年には活動を再開されたのですが、2023年にがんが再発し、再び治療を続けておりました。しかしながら体調が急変し、今年の11月9日にお亡くなりになられたのです。がんが再発するまでは本当にパワフルに活動されており、これからもテレビやコンサートなどでたくさん歌声を聞くことができると思っていたファンも多く、本当に残念でなりません。北島さんは大橋さんのことを、いつも明るく元気で、同じ北海道出身ということもあり、可愛くて妹のように思っていましたと語っています。彼女の旦那さんは作曲家として活躍する佐藤健さんです。佐藤さんは大橋さんだけでなく、中森明菜さん、岡田奈々さん、松原美樹さんなど、数多くのアーティストに曲を提供しています。しかしながら佐藤さんと大橋さんは実は籍を入れておらず、事実婚の状態であったことが分かりました。その理由について詳しく調べてみました。二人が結婚されたのは1979年ですが、当時の大橋さんはあまり仕事がうまくいってなかったそうです。そんな彼女は佐藤さんに、結婚して主婦になりたいと弱音を吐いたそうです。これを聞いた佐藤さんは、逃げるための結婚は良くないと言い、結婚届の提出を拒否したんだとか。二人は入籍しないまま夫婦となったのです。一番そばで大橋さんの歌声を聞き、その才能にも惚れていただけに、自分との結婚で大橋さんの才能を潰してはいけないと考えたのかもしれません。とはいえ、亡くなる2023年まで夫婦関係を築いていたわけですから、籍が入っているかは二人にとってそれほど重要なことではなかったのかもしれません。二人目は北島三郎さんです。演歌界のレジェンドといえば、まず最初に北島三郎さんを思い浮かべる人も多いのではないでしょうか。北島さんはサブちゃんの愛称で親しまれています。そんな北島さんが就活に励んでいるのをご存知でしょうか。
やはり高齢ですから、ここ何年かはあちこち体調不良を訴えていたそうです。2016年には手足に痛みが生じる頚椎症性脊髄症の手術を受けられています。2019年には自宅で転倒し、左右の足の指を骨折しています。未だに車椅子生活を続けているそうです。そんなことがきっかけで北島さんは就活を考えるようになったのかもしれません。就活の取り組みの一つに、北島さんがホストを務めていた音楽番組サブちゃんと歌仲間の終了が挙げられます。1996年の初回放送から27年間も続いた長寿番組で、出演した歌手は延べ6000組にも達するんだとか。取材に対し、寂しいけど芸道60周年を機に幕を下ろしてみようと思ったと答えたことからも、以前から引き際を考えていたのかもしれません。取り組みの2つ目は、今現在も自身が会長を務める北島音楽事務所の縮小です。かつては山本譲二さんをはじめ、大橋純子さん、もんたよしのりさん、松原信枝さんなど数多くの大物アーティストが所属していました。北島さんは弟子たちから親父と慕われていましたし、周囲からは北島ファミリーと呼ばれるほどの固い結束力で有名でした。しかしここ数年は自身の怪我やコロナ禍で思うようなコンサート活動が行えなかったこと、さらに自身の高齢化が事務所縮小を後押ししたのかもしれません。2023年3月には北島ファミリーである原田由里さん、山口博美さん、北山たけしさん、大江豊さんの4人が事務所をすでに離れています。振り返ると、北島さんは紅白最多出場ランキング1位という偉業を成し遂げながら、2013年を最後に紅白歌合戦からの卒業を宣言しました。実はあの頃から徐々に引退に向けた準備を着々と進めていたのかもしれません。北島さんの就活が日本の演歌界が衰退していっている現状を表現しているようで、とても寂しく思います。3人目は松原信枝さんです。松原信枝さんもかつては北島音楽事務所に所属していました。デビューの年に日本レコード大賞新人賞ほか各新人賞を総なめにし、多くの人を驚かせた松原さん。彼女の癖のない安定した歌唱力は聴いていてとても心地がいいのです。そんな華々しいデビューを飾った松原さんですが、実は税金を滞納したことや多額の借金を抱えていたことでも知られています。とは言っても、正確には彼女自身の借金ではなく元夫の借金だったようです。彼女は当時のマネージャーであった田瀬直樹さんと結婚したことがきっかけで、お金で苦労させられることになるのです。婿養子として入籍した田瀬さんは、松原さんが北島音楽事務所を退所後自ら立ち上げた信枝オフィスの社長に就任するのですが、彼は税金を滞納したり多額の借金を作ったりと、社長としてあるまじき行動をとるのです。それだけでなく、新人歌手の発掘という名目で中国の大連に渡り、長期間経っても帰ってきません。負債を膨らませておいて妻である松原さんを日本に残し、当人は行方をくらませたのです。この行動に夫であり社長である田瀬さんに対し、松原さんの不信感は募る一方でした。当然ですよね。田瀬さんは借金についてインタビューされた際、税金の未払い以外はビジネス上のことなので借金とは捉えていないと答えており、本人はどこ吹く風といった感じ。2人は2003年に離婚が成立し、多額の借金は松原さんが返済したとのことです。4人目は北山たけしさんです。北山たけしさんはちびっこのど自慢で受賞するなど、子供の頃から実力を発揮しておりました。高校を中退して歌手デビューするのですが、当時はあまりヒットしませんでした。そこで北山さんは北島三郎さんへの弟子入りを決意します。21歳で弟子入りし、8年間付き人をしながら修行されました。この苦労が実を結んだのか、2004年には日本レコード大賞新人賞ほか新人賞を総なめにされています。翌年には紅白に出場、5年連続出場することでその実力は日本中に認められています。北山さんは北島三郎さんの次女である大野里子さんと結婚されています。師匠の娘さんと結婚するなんて周りの方たちもびっくりされたことでしょう。娘婿として結婚したので
当時は逆玉婚と騒がれたこともあります。さとこさんは芸能人ではないため、細かな情報は公表されておりません。さとこさんは姉の綾子さんと同じく北島音楽事務所の社員であり、マネージャーのような立場で北島三郎さんの地方公演は全て同行されているそうです。年齢はたけしさんの1歳年上です。2人の出会いは北山さんが北島三郎さんに弟子入りして3年目くらいの頃です。北山さんは当時北島家の草刈りをしており、草刈り機で左手を負傷してしまいます。その傷を解放してくれたのが里子さんだったようです。このことがきっかけで北山さんは里子さんに好意を持つようになり、やがて交際に発展します。しかし周りには8年間もの間付き合っていることを隠していたそうです。やはり相手が師匠の娘さんと会ってなかなか言い出すことができなかったのでしょう。隠し通せたこともすごいなと思います。2人は別居婚であり子供もいないので不仲説が流れたり離婚の噂がささやかれることも少なくありません。しかし別居婚には理由があります。それは歌手である北山さんも北島音楽事務所の社員である智子さんも地方公演で家にいないことが多いからです。子供についてもお互い仕事が多忙で子供を育てる余裕がないと判断したのかもしれません。北山さんは自身のコンサートで智子さんの話をされることも多いので不仲説はデマと考える方が自然なのではないでしょうか。智子さんは北島三郎さんのいる実家に住んでいるため夕飯は北山さんが北島家に出向き家族団らんで楽しまれていることからも夫婦仲は良好といえます。5人目は大江豊さんです。大江さんは高校生の頃、演歌が大好きな高校生としてさんまのスーパーからくりテレビによく出演されていました。高校を中退されるのですが、その後もさんまのスーパーからくりテレビに出演を続けながら演歌歌手を目指していました。当時番組の司会をされていたアナウンサーである安住紳一郎さんの勧めで大江さんはデモテープを送るようになり、そのことがきっかけで北島音楽事務所へ所属することになります。2009年には念願だった演歌歌手としてのデビューを果たします。デビューの際にはさんまのスーパーからくりテレビにて曲が披露されたこともあり、オリコンチャートでは最高28位を記録しました。順調な演歌歌手としてのスタートを踏み出した大江さんですが、デビュー翌年の2010年に公演中に突然過呼吸になってしまいます。このことがきっかけで体調不良による療養のため歌手としての活動を休止された時期があったのです。2012年には無事活動を復帰されるのですが、復帰会見の際にパニック障害であったことを自身で告白されています。また大江さんは先述したように高校を中退されているのですが、その際精神的なストレスから円形脱毛症を発症されたことがあったそうです。精神的に繊細なところがあるようですね。復帰されてからは演歌歌手としての活動を再スタートさせ、ニューシングルのリリースやライブなど積極的に活動されています。大江さんは2023年3月デビュー当時から長年所属した北島音楽事務所を巣立っております。北島先生は演歌界のお父さんですよね。ずっとお父さんと思ってきた方の元から旅立つわけです。やっぱり巣立ちはしないと立派な人間にはならないのかなと思いますね、と語っています。まだ30代とお若いので新たな環境で頑張ってほしいですね。6人目は山本譲二さんです。北島三郎さんの一番弟子といえば、まず最初に山本さんの名前を挙げる方も多いのではないでしょうか。山本さんは高校を卒業後演歌歌手に憧れて上京するのですが、なかなかうまくいかず挫折して酒に溺れ肝臓を壊して帰郷されたとのことです。しかし歌手になる夢を諦めきれない山本さんは22歳で再び上京することに。24歳にしてやっとデビューを果たすもなかなか売れなかったそうです。そこで山本さんは北島三郎さんの仕事場に何度も何度も足を運び頭を下げ続けた結果、北島さんの付き人として修行をスタートさせました。その努力が実り25歳の時に本名の山本譲二で再びデビューを果たします。それでもしばらくは売れない時期が続きますが、5年経った30歳の時にリリースした道のく一人旅が大ヒットしたのです。翌年には念願だった紅白初出場を果たしています。そんな苦労を重ねてきた山本さんにさらなる試練が襲いかかります。2009年、山本さんは
顔面神経良性腫瘍と診断されるのです。これは鼓膜の奥を通る顔面神経に腫瘍ができ、耳の奥の耳小骨を覆って鼓膜の振動が感覚器官の蝸牛に伝わらず耳が聞こえづらくなる病気とのことです。腫瘍の摘出は可能だったそうですが、手術をした場合同時に顔面神経を切断し、舌から取った神経を使ってつなぎ直す必要があるため顔面麻痺は避けられないとのことです。手術をすれば口の筋肉が動かせなくなってしまい、よだれが出やすくなり、食べ物が口からこぼれるという症状が出てしまうとのこと。口の筋肉が動かせないということは、手術をすると下肢生命を失うことになりかねなかったのです。山本さんは悩みに悩んだ結果、手術を諦めたそうです。声が出る限りファンの方たちの期待に応えたいという気持ちが強かったようです。しかしながらこの病気は手術をしなかったからといって顔面麻痺が出ないというわけでもないそうです。ある日突然麻痺を感じることもあるようなのです。本当に怖い病気です。現在山本さんは右耳の聴覚を完全に失い、左耳まで徐々に聞こえづらくなっているそうです。それでも本当に苦労して掴んだ演歌歌手という仕事をこれからも辞めるつもりはないようです。最近は補聴器など昔に比べて随分と進化していますので、医療器具を活用しながら無理のない範囲で歌手活動を続けているのです。いい機器がある時代で良かったなと思いますと本人は語っていたそうです。ファンの方からも公演で握手する際などに聞きづらいですかと心配されるそうですが、明るく大丈夫ですと応じているそうです。ファンの方を心配させたくない、元気な姿を見せたいという山本さんの気遣いやプライドがその言葉に込められているのかもしれません。山本さんは2007年に個人事務所を立ち上げ独立しています。北島ファミリーから破門された説、トラブル説などもありますが、のれん分けの形で独立していることや、現在でも北島音楽事務所と業務提携していることから、現在でも比較的良好な関係を築いていると言えるのではないでしょうか。7人目は小金沢昭二さんです。小金沢さんは北島三郎さんの付き人として下積み生活を重ねた後、1988年にデビューされています。デビュー後は全国各地への講演活動などを通じて歌手として順調にキャリアを重ねられました。歌手活動だけでなく、1990年代にはフィニッシュ講話の CM に出演し、歌手の小金沢くんというフレーズで注目を集めました。2014年にはのれん分けの形で独立し、個人事務所であるジャパンドリームエンターテイメント株式会社を立ち上げます。新たな一歩を踏み出すにあたり、大恩ある師匠の教えを胸に、より一層歌の道を精進して参る所存ですとコメントを残しています。数年前までは数名の歌手も所属しており、イベントを中心とした営業活動で収益を得ていたそうです。しかしながら新型コロナウイルスの感染拡大により営業活動が激減した結果、事務所の経営は相当厳しかったようです。そんな時に代表である小金沢さん自身が事件を起こしてしまうのです。2020年、彼は酒気帯び運転で追突事故を起こし、道路交通法違反容疑で逮捕されたのです。不幸中の幸いにも小金沢さんの車に同乗者はおらず、追突されたトラックの運転手にも怪我はなかったそうです。数日後釈放された小金沢さんの個人事務所からは謝罪と芸能活動禁止の旨が発表されました。小金沢さんは運転前に仮眠を取って注意を払ったが、まだアルコールが抜けておらず弁解の余地はないとコメントされています。東京地検検察署は小金沢さんを不起訴処分にしたことを発表しました。不起訴処分の理由に関しては明らかにされておりません。小金沢さんは不起訴にはなりましたが、この事件以降歌手活動もできず、もともと経営も厳しかったことから個人事務所を畳むことになったそうです。この時には個人事務所ジャパンドリームエンターテイメントの負債総額が約2500万円あったのだとか。さらに同じく小金沢さんが代表で2006年に設立したイベント企画などを手掛けていた関連会社株式会社ブルークリスタルプロダクションも破産開始決定を受けたのです。こちらの負債総額は約3700万円で、
合わせると負債合計は約6200万円もの額になったのです。特にジャパンドリームエンターテイメントは師匠である北島三郎さんからのれん分けする形で設立したため、弟子としては申し訳ない気持ちでいっぱいだったのではないでしょうか。小金沢さんは事件以降一度もメディアに顔を出したことはなく、現在もどこで何をしているのかという情報が全くありません。事件を起こした代償はあまりにも大きかったようです。8人目は原田由里さんです。小さい頃から歌手になるのが夢だったと語る原田さんは、大学教育学部音楽科を卒業後、公立小学校にて音楽の教師を務めます。原田さんは夢を諦めて教師になったわけではなく、上京するために親を納得させる理由が必要だったからとのことです。東京に近い方が歌手になるチャンスがあるだろうと考え、教師として教壇に立つ傍ら、夜は弾き語りのアルバイトというハードな毎日を送っていたそうです。とは言っても決して片手間に教師をしていたわけではなく、教師時代は生徒たちと本気で向き合い、教師という職に全力を尽くしていたそうです。ある時、北島三郎さんの舞台に感銘を受け、弟子入りするため美空ひばりさんの歌やシャンソンを吹き込んだデモテープを北島音楽事務所に送ったそうです。デモテープを聞いた北島さんが、彼女は演歌を歌える人間だねと太鼓判を押し、原田さんは晴れて弟子入りを果たしたそうです。それ以降原田さんは北島さんの秘蔵っ子の名に恥じない活躍を続けています。演歌からオペラまで歌える幅広さが彼女の魅力です。昨年デビュー40周年を迎えた原田さんですが、デビュー以来40年在籍した北島音楽事務所を2023年3月に退社し独立されています。40年間北島音楽事務所しか知らなかったわけですよ。ずっとお城の中で守られてきたんです。だから今までそんなに悩むこともなくやってこられたんだなぁと、外に出たからこそ思えるようになりましたと語っています。そんな彼女は現在60代後半ですが、現在も独身のようです。既婚歴もないようです。決して彼女はモテないわけではありません。それどころか年下の男性にすごくモテるのです。2009年には54歳にして30代のアメリカ人のイケメン男性と交際していたことが発覚しています。また2013年には58歳にして28歳の IT 企業に勤務するサラリーマンと交際していることを、自身の CD 発売を記念して行われた記者会見で本人の口から発表されたのです。どちらも破局してしまいましたが、彼女が年下キラーであることは明らかです。彼女が年下男性にモテる理由は、何と言っても年齢からは想像もできないスタイルの良さではないでしょうか。普段は演歌歌手という職業柄、着物でステージに立つことが多いので、彼女のスタイルの良さを確認する機会はあまりないのですが、まれにドレス姿でステージに立つこともあり、その時のステージを見た方たちは彼女のスタイルの良さにとても驚いたそうです。トレーニングジムで体を鍛えていて姿が SNS に投稿されていることから、おそらくトレーナーによるパーソナルトレーニングを受けているのだと思われます。服装やメイクにも気を使われている彼女の私服姿はとても60歳代には見えない若さがあり、それが年下男性に魅力的に映るのでしょう。彼女が独身を貫く明確な理由が公表されているわけではありませんが、彼女の年収が演歌歌手の平均年収よりもはるかに高いことは間違いありません。男性からすると原田さんの年収を聞くと気が引けてしまいそうですし、原田さん自身も自分よりも年収が低い男性のことを結婚相手として見れないのかもしれません。また原田さんの生活が充実していることも彼女が今でも結婚しない理由の一つかもしれません。彼女は島津亜矢さん、坂本冬美さん、藤あや子さん、石原純子さんと双葉組という会を結成しています。これは双葉百合子さんの門下生の集まりなのです。原田さんも彼女から長年にわたって歌唱指導を受けています。双葉組のメンバーで定期的に食事会を開き、メンバーの方たちとは仕事のことだけでなくプライベートなことまでお互いに共有し合う仲なのです。日頃のストレスや寂しさは結婚しなくても双葉組のメンバーと会うことによって解消できているようです。また原田さんの SNS からは
北島ファミリーのコンサートや舞台、テレビ番組出演、自身のライブやトークショーなど仕事が充実している様子がうかがえますので、公私ともに充実している彼女にとって結婚はさほど重要なことではないのかもしれません。また同じ演歌歌手であり双葉組のメンバーでもあり、プライベートでも仲のいい坂本冬美さんが独身であることも少なからず影響しているのかもしれません。9人目は山口博美さんです。山口さんの母親は男性歌手なら北島師匠、女性歌手なら美空ひばりさんが絶対という人だったそうです。その影響で山口さん自身も2人のことを尊敬し憧れていたようです。山口さんにとって演歌、北島ファミリーと言ってもいいくらい北島三郎さんのことを尊敬していたわけですが、そんな山口さんが北島さんに弟子入りしたきっかけは、大学に入って1年ほど経った時にカラオケ大会で知り合った方が北島師匠と馴染みがあったことがきっかけだったのです。サブちゃんが好きなら会ってみるかと言われ、梅田コマ劇場の楽屋に連れて行ってくださったそうです。その場で弟子入りをお願いしたそうですが、さすがに断られてしまったとのこと。その後別の機会で知り合った奥様を介して北島師匠から大学を卒業したら東京に出てきなさいとおっしゃっていただいたそうです。山口さんは卒業まで待つことができなかったのですが、北島音楽事務所側は理解があり、特別な措置として3年で全ての単位を取得することで北島師匠のもとに行く許可をいただいたそうです。それだけ師匠のことを尊敬していた山口さんですが、おっちょこちょいなのか失敗を繰り返すことも少なくなかったそうです。なんと北島さんが鑑賞用として玄関に飾っていた高さ160センチメートルほどもある伊万里焼の壺を割ってしまったそうです。状態が良ければ1000万円もする本当に高価な壺で、北島ファミリーの中ではひろみ壺事件と呼ばれているんだとか。山口さん曰く、あまりに奥さんに怒られすぎて記憶がないと語っているほど北島さんの奥さんに大激怒されたそうです。山口さんは壺だけでなく1個3万円以上の湯飲みを10個以上も割ってしまっているとのことで、単におっちょこちょいなのかもしれません。北島さんは大事にしていた壺を割られてしまったのです。なんせ1000万もする壺なのですから、その当時はかなりショックだったに違いありません。それでもこの件について北島さんは山口さんにこのように話したそうです。やってしまったことは仕方がない、形あるものはいつかなくなるんだよ。これにはファンの方たちも、やっぱりサブちゃんは器が大きい、大物歌手は中身もやっぱり違うね、など称賛する声がたくさん上がったそうです。2023年3月山口さんはのれん分けという形で独立されています。師匠である北島さんからは、他のところに行くのだからいろいろ気をつけてみんなに好かれるようにしなさいとアドバイスをもらったそうです。独立後新曲を出したりしているそうなので、彼女の今後の活躍が期待されます。ラスト10人目は和田誠二さんです。和田さんは16歳にしてデビューを果たしますが、なかなか芽が出ず、わずか1年で挫折し地元である福島に帰郷します。高校卒業を機に再上京し、北島三郎さんの付き人を11年務めながら修行に励んだのです。その結果和田さんは1999年に再デビューを果たすと、日本有線大賞と日本レコード大賞で新人賞をダブル受賞するのです。2012年には北島音楽事務所から独立し、個人事務所ワズコーポレーションを立ち上げ、現在も活動を続けています。11年も付き人を務めていたと聞くと、真面目につつましやかな人生を送っていたんだなと思う人も多いかもしれませんが、和田さんは車で北島師匠を自宅まで送り届けた後、歌舞伎町で毎晩浴びるようにお酒を飲み歩き、そのままサウナで朝を迎えて師匠のもとへ行くという驚きの生活を送っていたそうです。そんな生活を送っていた和田さんは26歳の時、重度のアルコール性肝障害と B 型肝炎を患い、生命の危機が訪れるのです。突然3ヶ月間もの絶対安静の入院生活を送ることになったそうです。青い空が黄色く見えたり、瓶が白くなったり、真っ赤な尿が出たりと体がやばいという自覚はあったそうですが、
それでもお酒はやめられなかったそうです。病院で寝ている間もお酒をやめるとは一度も思わなかったというのですから、驚きしかありません。和田さんは師匠だけでなく兄弟子たちにもお酒好きであることを伏せていたそうです。突然入院した和田さんに対し、北島師匠はお前どうしたんだと絶句。再デビューした後もお酒はやめられず、酔うと服を脱いだり喧嘩をしたりとトラブルメーカーで、警察のお世話になることも少なくなかったそうです。和田さんは32歳で結婚し、娘さんを2人授かり、本当に娘さんを大事に育てられたそうです。それでも朝まで飲み歩く生活はやめられなかったようです。35歳を過ぎた頃から少しは自重できるようになったみたいですが、0時にはお酒を飲むことをやめる、毎日豆腐を1丁食べる、軟水を毎朝たくさん飲むことを心がけるという独特すぎるマイルールで、50歳を過ぎた今でも軽く一升瓶を開けるくらいお酒好きなのは変わらないそうです。奥さんと娘さんたちのためにもお酒はほどほどに、健康第一で末永く活動を続けていってほしいなと思います。いかがだったでしょうか。以上が北島音楽事務所で活躍された北島ファミリー10名の紹介でした。北島音楽事務所に所属していた歌手たちの旅路は、日本の音楽シーンに深い足跡を残しました。彼らの歌は多くの人々の心に響き、日本の演歌の歴史に新たな章を加えたのです。北島三郎さんの下で磨かれたその才能は、今もなお多くの人々に愛され続けています。彼らの業績を称えられ、彼らの音楽がこれからもずっと心に残り続けることを願います。北島音楽事務所の輝かしい歴史はこれからも多くの人々に語り継がれていくでしょう。皆さんの意見をぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。